コロナウイルスの影響を受けて今年11月の投票方式が変わります。今年は登録済みの全有権者が10月下旬までに郵便投票用紙を受け取ります。通常直接投票している方でもこれを受け取ります。ロスアンゼルス郡に居住する有権者はいくつかの方法で投票用紙を返却できます。支給された郵送料支払い済みの封筒を使って返送できますが、11月3日までの消印が必要です。集計のため今年は投票用紙の到着まで17日間あります。ロスアンゼルス郡の安全な投票投函ボックスに投票用紙を入れることもできます。ロスアンゼルス郡の投票センターに届けるか直接投票することもできます。投票センターは選挙の数日前に開きます。投票センターはマスク着用とソーシャルディスタンスを保つ措置を厳格に実施します。3月の予備選中に投票しなかった方の場合、いくつかの変更に気づくでしょう。第1は、投票所はなくなり、投票センターに変わります。どういう意味でしょうか。もう居住区域での投票に制限されません。投票のためにロスアンゼルス郡内のどの投票センターに行ってもいいのです。第2は、投票用紙へのマークシートに使える新しい電子機器があります。この機械は様々な言語とアクセス機能により多くの種類とオプションを提供します。投票登録の最終期限は10月19日です。この期限を逃した場合、居住区域の投票センターで条件付き投票用紙に記入が可能です。期間は10月20日から11月3日です。また選挙日にも投票できますが、この場合の投票用紙は郵送されません。代わりの投票用紙が必要ですか？ロスアンゼルス郡の登録課に電話か E メールで連絡してください。または投票センターに出向き直接投票することもできます。居住区域の投票センターの場所を調べるには lavote.net をご覧ください。なお、今年のカリフォルニア州全体の投票法案12件と私たちの社説での支持表明についてお知りになりたい方は、ロサンゼルスタイムズのウェブサイトをご覧ください。Thank you for watching. If you would like to watch this video in English, Korean, Cantonese, or any other language, check out our playlist or click on one of the links in the description.